自然の暮らし、金峰広場。はい、おはようございます。金峰広場の金峰です。いつもご視聴ありがとうございます。まあ、梅雨に入っても、中休みっていうかね、晴れ間が続いてるんで、第1回目でね、これ、今一番花の咲いてる時ね、ドクダミ、結構臭いんやけど、結構効能にいいんやんね。利尿作用があるっていうことは結構体にいいみたいでね。で、乾燥をね、ずっと続けていってます。はい。まあ、こんな感じでね、袋に入れてね、こんな風にパリパリにね、なってんねんけど、これをね、まあ、前にもちょくちょくね、動画アップしてるんですが、ストーブで焙煎、いい言葉やね。フライパンで言ってるだけなんやけど、それをね、一回ドクダミ茶を作る工程をね、ご紹介をさせていただくのと、それとね、この生乾きの時、水を切っただけなんやけどね、これを、陳皮、ティンクチャーとも言うんですけどね、かっこいい言葉があるんですが、それはもう去年からね、いつも、ドクダミは今回初めてなんですが、アップルミントとかね、それからほら、虫刺されにも効くっていう、毒ダミじゃない、雪の下とかね、いろいろまあ、ハーブ系のものでティンクチャー作ってるので、まあ、金もこういう格好してるから、よくまあ、虫刺され気にしていただいてるんですが、割とね、蚊よけになったりするんやね、ミント系っていうのは。だから、もうほんまに、ぬりぬりしてね、やってるんですが、結構まあ、それで結構肌も強くなったりしてるんですけど、今日はね、もう一つ、面白い、ことを聞いたんです。これ、ティンクチャーって普通ね、ウォッカとかね、ホワイトリカーを使ってするんですけれども、お米のお酒、日本酒でこれを漬け込んだらね、結構時間かかるんですけれども、このシミがね、結構消えるんやって。違うね、YouTuber さんのところでね、確認させてもらって、いや、これはええわ、思って、毒ダミは捨てたらあかん、結構雑草や、いう話はちょくちょくね、動画で、参考に、見させてもらってるんですが、まあ、金峰広場でも結構これはもう、その辺にあってね、抜かへんかったら地下茎やからね、結構広がるんですけどね、これは、お茶だけじゃなくって、いいこと、日系いうことでね、ちょっとまあ、拝借させていただいて、で、これをね、日本酒で、今日はね、つけてみたいと思います。その工程もね、ちょっとまたご紹介したいと思いますんで、今日もね、最後まで、よろしくです。先般からね、晴れが続いてて、もうこんな感じで、雨が降らへんかったら乾くん早いね。うん、ドクダミ。こんな感じでね。もうあともういるだけっていう感じで、パラーっとこう、ここまでノートになったらいいと思います。はい。だからね、今花が咲いとる時やから。はい。こんな感じで、第2弾やってます。ちょっとね、下に風がね、通るように、してやるとね、乾くんが結構早いです。前と同じようにザブザブとね、たらいの中で、水洗いをして、うん。干すだけ。うん。昨日一日ね、干したらこんな感じになりました。今日も晴れるらしいんで、しばらく。梅雨の中休みっていうか、梅雨なってないやんね。はい、いい感じです。よっこしょ。はい、これね、もう乾燥してるやつ。こんな感じ、こんな感じのやつ。はい、バリバリでしょ。で、これをね、まあ、あらかた、わー、ドクダミの匂い。あらかた、この袋の中でね、こうやって、これ、うん。こんな感じで、フライパンでね、行っていきます。いつものようにね、次になっちゃっても何でもそうなんですが、でフライパンに、まあ、入りやすいようにね、こんな感じで、適当に、切っていきます。そうすると、まあ、こんな感じになりますのでね。で、これを、今言ってるんですが、もう使い古しのね、フライパンの方がいいです。新しいのは使い古しじゃないです。やっぱり、もう焦げになっていくんでね。でこんな感じで、パサッとこう。入れてね。で、これ、実はここストーブあるんですけど、ここに置いて、大体まあ、フライパンに入るぐらいの大きさにね、入れて、で、ちょっと見えへんね。ちょっとまたこう見ていただくんですが、こう、切っていきます。これね、こんな感じですね。もうパリパリなんですけどね。これをね、こう、ほんとこう、細かく。これ今ちょっとカメラ持ってるんでね、両手片手になってるの。まあイメージだけちょっとお伝えできればなと思って、こういう感じで、切っていきます。不器用な人みたいね。片手でやっとったら。で、粉々にね、この作業をずっと繰り返していきながら、こんな感じで、はい。で、していっています。していっています。
はい、まあ分かってもらえたらそれでいいんですよね。いい感じにパリッとした中でもっとパリッとっていう感じでね、続けていっています。はい、こんな感じですね。もう言っていくと、このいい香りがしてきた時がもう、いい感じ終わりっていう感じでね、この茎を持ってパリッとこう壊れるぐらいがちょうどこう、はい、ペチンってね、これでもう完成。葉っぱのとこはもう最初からパリパリなんですが、香ばしさをね、出していくいうことなんで、こういうとこがパキンとパキンということで、仕上げという感じです。でこんな感じね、これ大きくてもパキンとこう折れる、これでもう茶葉に、こんな感じでね、袋詰めをして、脱臭剤を、脱臭剤じゃないか、乾燥剤入れて、いってます。はい、こんな感じです。はい、こっちはね同じ要領なんですが、九条ネギを、前にね、ずっと前に動画でご紹介したと思うんですが、乾燥ね、して大切り、ぶつ切りにした分ですね、お茶にするので、千切りというか細かく切ったのはドライ、ネギ、ドライフードというのを使ってるんですが、こっちはねお茶、用です。ネギオールっていうね、のは結構体に良くて、ね、これもお茶にしてます。はい、こんな感じですね。バサーっとしてグリーンのとこあるんですけどね、それでもね、触ったらパリッ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 、こんな感じ。これちょっと焦げ目がついてくらい。ネギはちょっとね、ネギオールなんか強いんでね、効能が、効能というか、まあ玉ねぎで何でもそうなんですが、これぐらいパリパリになってたら香ばしいお茶になります。はい、これは、またね、やってみてもいいかなと思われます。これ結構良かったですよ。うん、はい、こんな感じでですね、まあドクダミで、さっきのこのネギオールが入ってる、ネギ茶ね。で、先月は、つい最近は山椒。で、4月は、杉田屋。もういろんなお茶やってるじゃないですか。で、毒ダミだけね、飲んだら癖があるし、一番美味しいこの杉田茶ね。杉田ももう雑草扱いって言ってるけど、もう本当に抹茶みたいに、結構ね、メルカリでも、金本広場で、検索をして買っていただいたりして、もう全部なくなったんで、また次の分作らないといけないんですけどね。で、これを、毒ダミだけの飲むんじゃなくてね、このみかん科の山椒とネギ、まあ、健康茶ばっかりね。で、さっきのこのドクダミと、これを、ブレンドをしてね、飲んでみると 割と味が緩和するんですよ。これね、こぼれよこぼれよ片手で、ね、すいません。はい、ちょっとガチャンガチャン音うるさかった、すいません。で、はい、大体ね、金本の場合はこのお上品なことせずに、もう夜間でもう2リッターとか4リッターにね、わ、いい香りしてた、香ばしい匂いがしてきた。自分での部分はね、もう夜間でね、はい、夜間で、煮出します。で、夜間で煮出して、もう本当にたっぷり漬け込んで、濃いのをね、飲んでます。菜園作業した、休憩にね、もうガブガブ飲んでます。はい。ちょっと蒸らしましょうかね。はい。よいしょ。はい、ね、5分ぐらい経ったらこんな感じのね、色合いですね。はい。もうね、濃いのが好き。濃いのが。うん。今お上品な色合いしとうけど、これもっともっと濃くなってね、茶色になるんですよね、これね。うん、はい、うん、まあまあ、九条ネギっていうか、ネギの葉っぱを乾燥させたやつって変に思われるかもわからへんけどね、まあどっちかやったらお出汁でも使えるじゃないですか、ベージュブロスなんかのね。はい、それと同じ感じで玉ねぎのね、香ばしい、いってるから、焙煎してるから香ばしいね、香りが結構金粉にとってはね、結構ビタミン C なんかも膨らまれてるし、ネギオールっていう抗菌作用、なんか風邪ひかへんとか、いろんな、いい健康茶としてもいけるんじゃないかなと思ってるんやけど、ドクダミだけで飲んだら結構きついんでね、こうやってブレンドをね、おすすめしてます。で、杉菜で結構もう緑のいいのができたんですよね、4月ね。うん、この感じだから玄米茶に等しいような混ざったらね、そんな感じします。で、もう一つ、その山椒、山椒が薬味で使われるじゃないですか。で、その山椒の香りも混ざってね、
毒ダメやと思わへんわ、これやったら。これもね、うまく、焙煎がうまいこと言って、美味しいなと思ったやつはね、ちょっとまあ商品として、はい、お分けすることができるんで。まあまあ、もちろん、あれですよ。自分でできることやから、自分でやってみてくださいね。うん。うめ。うまとか、うめとかって、みんなよう言うとってやね、感じが、梅の花の梅とか、お馬さんの馬とかでね、やってみようかな。真似しやね。いや、美味しいです。はい。美味しゅうございます。流行ったね。何かを赤らぶとんやみたいな。アルコール入ってへんで、これ。なんか顔赤い。うん。そうそう。で、いうことでね、今日のメイン、お茶の話ばっかりね、最近はそういう動画を入れてるんですが、美白効果というかね、毒ダミで、シミが取れるっていうね、情報を出ましたので、早速ね、今から、お酒を、日本酒を買ってきて、で、毒ダミ酒、作り、飲みませんよ。それって、新規、ティンクチャーなんですが、それをね、今日は、ご紹介させていただきます。はい、それではね、この後また続いて、ご覧ください。はい、準備してきました。第2部はい、お待ちかねの、毒ダミティンクチャーですね。作り方、説明しますね。はい、まずホワイトリカーじゃなくて梅酒を作ったりとか果実酒を作るイメージじゃなくてね、純米酒、これ吟醸酒となって純米酒で大丈夫です。普通のね、日本酒っていうのは、いわゆる醸泉っていうのは、醸造アルコールっていうのがね、中に入ってるんです。あと、糖類とかね、あと酸味料とか、いろいろ添加物が入ってるのがあるんですが、結局これは飲むために、毒ダミのエキスを飲むためにね、使うんじゃなくて、ティンクチャー、お肌のね、シミ消しっていうやつで、やってみたいと思います。で、はい、こんな感じで、度数が15度から16度。お酒ってね、15度が今日基準なんですね。で、今ちょっとお安い、おやつっていうのが、13度ぐらい、ぐらいになってるのが結構多いです。で、そこで、原材料が米麹に対して、アルコールっていうのが入ってるのが、醸泉クラスになるんですが、それも美味しいんですよ。香りをね、放火漂う、日本酒ってことで、それもいいんですが、純米酒っていうのはね、米と米麹だけで作られてるっていうことなんでね、原材料のところをね、見てほしいんです。で、それがね、純米酒っていう表示になってるんです。吟醸酒っていうのはもう一つ上のランクで、精米のね、お米の粒をね、どれだけ削ったかっていうね、ことになるんですが、これね、でもね、純米吟醸酒ってなってるのにね、1000円、一升瓶の分が。安とかって思って、吟醸酒は普通こんなに使えへんからね。これは結構お得だったかなと思っています。まあ、純米酒をね、米だけで作ったお酒っていうのがあると思うんですが、それも作ったらいいかなと思います。で、量はね、この1.8 リットルに対してどのぐらいかっていうのはあんまり関係なさそうで、浸るぐらいでいいかなとかと思ってます。で、これ、前にね、梅酒をつけてたやつを、煮沸したやつを使おうかなと思ってます。で、なんかキャップが。ということで、入れていきますね。一応、まあ、ハサミも用意しとるんですけど、鼻ついたままで、水だけね、綺麗に切ってます。お茶、毒ダミ茶するのももうこれを毎日乾燥させてたんやけど、乾燥させずにね、この、まんま、ぐるーっと、切っても切らなくてもいいみたいなんだけど、こんな感じで、ね、詰め込んで、行きましょう。行きましょうって、知ってるみたい、初めてのくせに。行きましょうって。はい。これはね、砂糖漬けじゃないから、この前みたいに、三温糖をね、重ねて入れなくてもいいみたいで。はい。バサーっとこう。あ、それとね、もう一つ。切り刻まなくても、このまんまでいいみたい。あと葉っぱもね、パックに使えるんだって。おっさんが、ええおっさんが。まあでもね、55もなったら、シミ枝が増えてきて、外で仕事しとったら。はい。こんな感じで、大体、こんな感じでね。これやったら一生瓶浸るようになるかな。はい、初めての。はい。パック酒。瓶減ったね。何でもね、パックになってしまって。ほんまは、ビールでも、酒でも、パックじゃなくて、缶じゃなくて瓶が。ああ、飲みたい。これ、ここに寄ってください。ああ、ええ匂い。
でもいいわ。これは飲むために、はい、入れていきますね、これね。こんな感じ。ちょっとだけの、飲みたいな。あ、でも草、毒ダミの匂いがしてきた。うん。これ、昨日かな。こんな短く使わせて、ごめんね。一生瓶が入る分だけやから、もうちょっとだけ待ってください。お、もうすぐ終わり。結局飲むんだ。よし。あ、ちょうどやった。ちょうどやった。これ後でちょっと、あの、動画済んでから匂いだけ見よう。で、蓋をして、これはね、あの、発酵するんじゃないから、別に開けとかないでもきっちりね、キャップしたっていうか。はい、完成。はい、こんな感じです。こんな感じ。またね、あの、毎日これ見ながら、ぎゅーっとこう、浸かるようにね、していったらいいかなと思います。はい。1年ぐらいかかった。まあ、あとね、2、3週間ぐらいからでも使えるみたいだけど、1年ぐらい経ったら琥珀色になるらしいです。で、琥珀色になった頃が一番いい感じなんで、もうそれをろ過して、スプレーにね、霧吹きに入れて、シュッシュッシュッとかね、したらいいらしいんだけど、ただその葉っぱもね、上手に、ないわ。葉っぱもね、このシミのあるとこにペチャッとこう、ひっつけてね、じっとしとったらいいっていうか、テレビ見ながらね、まあ、YouTube 見ながらでもね、しとったら、あとね、それが、テロッとこう乾いたら、写真見せてもらったんやけど、消えてるんやね。薄くなってるっていうか、これはええわ、思って、時間次第やってみよう。まあ、そういうことでね。はい、最後まで、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またね、引き続きましてご覧ください。どうも、じゃあ、ではまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル